月17日夜11時ごとネパール時間、ちょっと待って、5月17日夜11時ごろカトマンズに着いた。タメルのゲストハウスレッドプラネットに来た。トトは横で眠っている。タックス、え、さっき言ってなかったでしょ。普段はあるけど今日はないよ。何かとぼったくろうとするのでとても面白い。お腹すいた。